いいところに来たわね。ちょうど君にお願いしたいことがあったの。カルテを見たら、最近再診を受けていない患者さんが何人かいて、少し心配なのよ。過去に似たようなことはあったけど、こんなに一気に来なくなるだなんて初めてで。難病重症患者サポート会という団体を知ってる？病気を克服しようとしたり、そんな自分の経験を共有したりしている患者の活動を支え、励ましているのが一般的な支援団体よ。でもおそらくサポート会はそんな単純なものじゃない。私が見ている患者の何人かは、難病重症患者サポート会に参加してから治療を拒否するようになったの。おかしいと思って当然でしょ。さらに怪しいことに、いくら聞いても誰もサポート会の詳細を教えてくれなかったの。だから君の手を借りたいのよ。危険なお願いのように聞こえるかもしれないけど、君がすべきことは簡単よ。サポート会の実情を調査して、一体何をしているのかを明らかにしてほしいの。もしサポート会が主治医である私に隠れて患者に害を及ぼすことをしていたら、黙って見ているわけにはいかないわ。この件、君に任せてもいいかしら。私は毎日この小さな診療所でたくさんの患者を診察する必要がある。君が手助けしてくれるおかげで安心して治療に集中できるわ。それじゃあお願いね。戻ってきたらちゃんとお礼をするわ。君を診療所で見かけたことがある。ナターシャ先生のところで雑用をしていたよな。スパ、なんだって。誰に話してるんだ。当ててやろう。再診を受けるよう説得しろってナターシャ先生から頼まれたんだな。それに何の意味がある。僕はもう末期だ。終わりだよ。もうこれでいいんだ。いや違う、本で読んだんだ。僕の容体にぴったりと当てはまる症状が本に書かれていたんだ。半分ほど読んだだけでも十数個は一致していたよ。こんな状態で再診を受けても時間とお金の無駄だろう。それに先生の薬も無駄にしてしまう。サポート会？何のサポート会だ？もうダラダラと話すのは終わりにしよう。実はお金がないんだ。ナターシャ先生はずっと後払いにしてくれているけど、僕はそこまで厚顔無恥な人間じゃない。そんなこと君に言われなくても分かってるよ。説得は諦めろ。もういいんだ。前にバフ先生に見てもらっていた時はお金がかからなかったのに。ナターシャ先生もいい人だけど、僕の中では彼こそ最も。ナターシャ先生のお兄さんのことさ、以前は二人ともリベットタウンで医者をしていたんだ。噂によると、バク先生は上層部にある医学院に通っていた頃から優秀で、大きな病院も彼を欲しがっていたらしい。なぜ彼がこの貧しい下層部に来たのかはわからないけど、純粋な善意に違いない。何を言ってるんだ。バク先生は貧しい人たちの医者だった。薬
はいつも無料だったし、飲んだ後の体調も丁寧に聞いてくれていた。しかもその薬はバク先生が自ら調合していたらしい。仮想部では薬などの物資が不足しているからな。行けたら行きたいに決まっているだろう。だが噂によるとバク先生はもう亡くなったらしいんだ。そのこれから教えることは他の人には言うなよ。聞いたところによると、妹であるナターシャ先生がバフ先生の死に関わっているらしい。彼女はバフ先生が自分の患者を奪ったことに嫉妬していた。だから待て、ただの噂だっていうのになんで信じるんだ。もういい、これ以上話すことはない。ナターシャ先生がわざわざ人をよこしたんだから言う通りにするよ。後で病院に行く。また会おう。さっきの患者は経済的な理由で再診を受けていなかった。他の患者にも聞いてみよう。何を言っているんだい、大声でお願い。あたしは耳が悪いんだよ。はあ、どうして再診を受けない？それが聞きたいこと？はあ、ナターシャ先生はいい子で、診察でも毎回とても親切にしてくれる。でも、あたしはもうこの年だ。少しの無理もできない。病気が治っても長くは生きられない。ただの無駄遣いだよ。あの子はいつも決まった時間に薬を飲むように言ってきた。私を思って言ってくれているのはわかるんだけどね。実はうちの旦那も同じ病気だったんだ。あの人は私に薬を飲めと言っていたけど、自分は何もしていなかった。それからある日、コークに用があると言って出て行ったっきりになってしまった。あの人は前から言ってたよ、私よりも先に行きたいってね。本当にわがままな人だった。唯一の気がかりだった伴侶がいなくなったっていうのに、他に誰が私の寿命なんかを気にするんだい。そうだね、はあ、確かにあの子は私のことをとても気にかけてくれていたけど、彼女の負担になっている気がしてね。わかったよ。あんたの言うことを聞いて、ナターシャ先生のところにもう一度行くよ。ん？また何か言ったかい？あたしは耳が遠くてね。サポート、なんだって？ああ、聞こえた、聞こえたよ。もっと小さな声でいい。ないね。サポート会なんて聞いたことないよ。おばあちゃんは旦那さんのことを考えた結果、再診を受けていなかった。他の患者にも聞いてみよう。再診を受けない理由を聞くとは、お前も患者か？それともナターシャ先生に言われてきたのか？彼女以外に俺のことを気にかける人間なんているか？今の俺にナターシャ先生の助けは必要ないんだ。俺の分の薬と心配は他の奴らに分けてくれ。確執？そんなものはない。
彼女は仮想部ではたった一人しかいない良心的な医者だ。だが彼女のやり方は非効率的だし理想主義すぎるから賛成できないんだ。全員を救おうとすることは誰も救えないことと同じだ。そんなやり方では患者が苦しむだけだし医者側だって疲弊する。何せ俺みたいな交付は長期にわたる治療を受けることなんてできないからな。薬を飲んでもすぐに仕事に復帰し金を稼ぐことができなければ生きていけないだろう。ワフ先生を知ってるか？彼が調合した薬は安くて即効性がある。ほんの少しリスクを負うだけでいいんだ。ワフ先生の薬はとても特殊で、それを飲んで治ったやつもいれば症状が悪化して亡くなったやつもいる。だがリスクがあっても誰もが薬を手に入れようとした。なぜかわかるか？ふん、わかってるじゃないか。どんなやつだって追い込まれれば目の前のチャンスに飛びつくもんだろう。たとえそのせいで命を失いそうになってもな。俺らのような人間にとって緩慢で苦痛を伴う治療は死ねと言われているようなものだ。そんな苦しみを受け入れるぐらいなら思い切りのいい方を選ぶ。もう話は終わりだ。お前にこれだけ話しても意味がない。ワフ先生はもういないんだ。なんだ、お前も特効薬に興味を持ったのか？こっそり教えてやるよ。難病重症患者サポート会という団体が今でも薬を売ってる。取引が行われている場所を教えてやってもいい。だが絶対に守るべきルールがある。絶対にナターシャ先生にだけはこの情報を教えるな。分かったか？もしルールを破ったら恐ろしい目に遭うぞ。ほら、これを持っていけ。難病重症患者サポート会が薬を売っている場所だ。もう一度言うぞ。絶対にこの情報をナターシャ先生に漏らすな。特効薬を売ってる場所は分かったけど、これからどうしよう。さっきの患者はナターシャに教えるなと言っていたけど、従うべきだろうか。止まれ。どこに行くんだ？薬を買いたい。わかったぞ。お前もバフ先生の特効薬を求めてきたんだな。ここを通る哀れなる老者はみんなお前と一緒だ。薬を買いたいのなら俺に言え。この先に進む必要はない。ちなみにここは現金支払いのみで後払いはダメだ。値段はサポート会が後から決めたんだ。バフ先生みたいに無料で与えるわけにはいかないが、診療所の女医者から買うよりは安い。おい、買うか買わないか早く決めてくれないか。お前とおしゃべりしてる時間はないんだ。待てよ、お前の格好、あの女医者の知り合いだな。前に診療所に行った時に見かけたぞ。間違いない。今すぐ消えろ。ここから離れるんだ。あの女の関係者を受け入れることはできない。今日はもう店じまいだ。俺に話しかけるな。待ってくれよ。俺たちの薬はどうすればいいんだ。ずっと並んで待っていたのに。
全員今すぐ消えろ。無駄口を叩くな。日を改めて来い。薬を売っていたやつ、すごくビクビクしていたな。今すぐ消えろ。ここから離れるんだ。まだ早いし、どこかへ行こうか。つまり、サポート会は兄、バフが残した研究成果を見つけたのね。そして彼らは、いわゆる特効薬を一部の患者に売っている。そんなことをするなんて、やはり真っ当な組織なんかじゃなかったのね。命を預かる医者としてそんなことを認めるわけにはいかない。特効薬に対する私のスタンスは変わらないわ。バフの残した薬、いいえ、あんなものは薬とは言えない。ただ実験の過程で生まれた副産物や試薬に過ぎないの。何度も警告しているのに、それでも彼らは聞く耳を持たない。道理でサポート会に関する情報をなかなか教えてくれなかったのね。その人たちが私に関する良くない噂話をしていたから、君はまず薬が売られている場所を調査しに行ったのね。君を責めたりなんかしないわ。私を信じてここに来てくれてありがとう。とても嬉しいわ。もしバフの特効薬が気になるのなら、診療所の患者に聞いてみるといいでしょう。どんな答えが返ってくるか、君自身で確かめて。バフ先生のことをわざわざ上層部から来てくれた善人だという人もいるけど、私はそう思わない。貧しい人たちの医者なんて言い方は、自分で自分を感動させてるだけよ。バフ先生は無料で薬を配っていたけど、それを飲む人たちのことは大して気にかけていなかった。言葉は悪いけど、私たちは彼の実験台に過ぎなかった。病気が治るかどうかは重要じゃない。重要なのは、彼のおもちゃになりたい人がいるかどうかよ。もちろん他の人の意見をどうにかできるわけじゃないから、これはただの私の憶測だけどね。バフの残した薬ですって？あんなもの本当に薬って言えるの？ナターシャがここにいるけど、はっきりと言わせてもらうわ。私からすれば、バフは道徳心が欠けていて、いい医者とは言えない。医者としての技術はあるけど、病をちゃんと治そうとは思っていないの。以前診察に行った時、どこが悪いのかも聞かずに特効薬を処方されたのよ。あなただったら何のためらいもなくその薬を飲める？バフのことをどうやって君に伝えるべきか、まだ考えがまとまっていないの。私たちの関係と、それから彼が仮想部でしたこと、全て話そうと思えば長くなるわ。バフについていろいろな意見を聞いたはずよ。君の考えを教えてくれる？ねえ、君に会ってもらいたい患者がもう一人いるの。彼女は特効薬の被害者。薬物が患者にもたらす影響を君自身の目で確かめてほしいの。彼女の状況を把握したら、ここに来てまた意見を聞かせてちょうだい。その後にもう一つ頼みたいことがあるの。
あれ、そして私は誰なの？夫はどこにいるの？子供はどこに？彼らはどこ？あなたは知ってるのね。あなたは知らない。彼女も知らない。誰も知らない。どこに行ったの？彼らはどこに？そこの若い子や、こっちにおいで。私とおしゃべりしましょう。かわいそうな彼女はそっとしておいてあげて。話したいことがあるの。かわいそうにね。彼女の夫と子供は病気で亡くなったの。そんなに深刻じゃなかったのよ。ただ寝込むことが時々あって、たまに仕事に支障が出るぐらいだった。だから病気を完治させるために特効薬とやらを手に入れた。その薬を服用するようになってから二人の病状がたちまち悪くなるだなんて誰も思ってなかったわ。あの苦しみようは死んだ方がマシだと思えるぐらいだった。それからしばらくして二人は間を置かずに亡くなってしまったの。それから彼女は今のようになってしまった。ナターシャ先生が率先して彼女の世話をしてくれたけど、そうじゃなければ、ああ考えたくもない。リスクがある薬だと聞いていたし、運が悪かったとしか表現しようがないわね。少し話疲れたようね。今はできるだけ私と夫で手助けをして、彼女がいつかまた人並みの生活ができるようになることを望んでいるの。彼女と話せた？その表情から察するに特効薬の性質を理解したようね。バフだろうがサポート会だろうが、彼らは下層部の人たちの心理をよく理解していた。お話を聞かせてあげる。昔上層部に腕のいい医者がいて、彼は薬の調合にも長けていた。その医者は人が極寒に耐えられるようになる薬を研究していたの。彼はその研究を吹雪免疫と名付けた。でも医者の研究は何度も暗礁に乗り上げた。被験者が少なかったのよ。体の免疫システムに手を加えるなんて大きなリスクを伴うから、上層部では誰も実験に協力しようとしなかったの。その結果、医者は下層部にいる妹に連絡を取った。医療の面で下層部の助けになりたいと嘘をついてね。それを知った妹は大喜びしたわ。何しろ彼女は医者としてずっと兄を目標としていたから。だから彼女は
下層部にやってきた兄を迎え入れた。人に頼んで彼のために診療所と実験室を用意したの。その後のことは君も知ってるはずよ。バフは貧乏な人たちに無料で薬を配っていた。けれどそれは薬の効果を試すための手段に過ぎなかったの。確かに彼の試薬は患者の苦痛をある程度緩和できたけど、それだけよ。試薬の効果でしばらくの間は苦痛が和らぐから、通常の治療がおろそかになる。その結果、軽症者は偽りの薬の効果で症状が良くなり、全ての功績は特効薬にあると思い込む。重症者の病状は悪化して死に至る場合もある。死に至った人たちのことをただの不運やリスクという言葉で片付けたくないの。責任感のある医者ならそんなことを受け入れるはずがない。だから正式に特効薬を回収する仕事を依頼したいの。引き受けてくれるかしら。ありがとう。こうすることで必ず特効薬に依存している患者を苦しめることになる。彼らの偽りの希望を打ち砕くのだから。でも情に流されず、必ずバフが残した薬を回収してほしいの。全ての責任と結果は私にある。だから君が不安になる必要はないわ。行ってらっしゃい。いい知らせを待っているわ。止まれ。この先は通行禁止だ。しやがって。渡さなかったら奪うつもりだろ。お前やっぱりあのジョイの手下だな。俺たちサポート会の情報網をなめるなよ。どうやらあの女が俺たちの薬に目をつけてお前を送り込んできたようだな。野郎ども、遠慮するな。こいつを追い払え。この曲をあなたに。うちの出番。動かないでね。今祝福してあげるから。逃がさない。いや、殴ったね。どけ。さあ、せい。はっ。盛り上がりハイになれ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。どうした？今度は誰が喧嘩を売ってきたんだ？おや、有名なよそ者じゃないか。まさか泥棒や強盗の真似をするとはな。その度胸に免じて教えてやろう。私は難病重症患者サポート会の会長だ。目の前にあるこの薬は多くの会員の命に等しい。彼らの健康を損なうようなことをして本当にいいのか。患者たちは実に気の毒だな。せっかく命を救ってくれる特効薬を見つけたのに、君みたいな強盗が現れるとは。
この下層部には多くの患者がいるが、あの診療所だけでは全員の面倒を見ることはできないだろう。私のサポート会は、彼女が面倒を見れずにいる患者たちを助けている。私たちは感謝されるべきでは。ふん、どうしてもここをめちゃくちゃにしたいようだな。ここを見つけられたのなら、こちらも君を無事に返すわけにはいかない。お前たち、この薬泥棒を捕らえろ。この機会を逃すな。くらえ。この曲をあなたに。私のリズムに乗れ。うちに出くわすなんてついてないね。うちのとっておきをくらえ。うちってばなかなかやるじゃん。生死虚実、一年のマナイ、同点元気、超無一角。ふっ。はくっ。くそ、私たちに何の恨みがあるんだ。なぜ私たちの金づるを奪おうとする。金づる？自分で認めたようね。薬を売るのは金儲けのためで、患者の命を救うためではないと。どこからやってきたんだ。くそ、どうして次から次へとトラブルが。両親に目を背け、偽の薬を売ろうと決めた日から何かしらのトラブルが起こることを予期していたはずよ。私には患者たちの命や安全を守る責任がある。言い換えれば、患者の生命を脅かす危険要素は必ず排除しなければならない。全ての人間を救うことはできない。下層部にはたくさんの病人がいるっていうのに、どうやって全員を助けるつもりだ。そうね、私の力だけでは不可能よ。でももし必要であれば、食事も睡眠も放棄して治療するわ。バフが下層部に残した負債は今でも私が肩代わりしている。私は倒れてでもここで人々の役に立てるように努力するつもりよ。意固地なやつだ。その辺は頭のおかしい兄と全く同じだな。褒め言葉だと思っておくわ。ありがとう。今日君は多くの下層部の人々を救ったわ。私は何とかして兄が残したこの試薬を処理する。もう二度とサポート会が彼の名前を使って悪さができないようにね。町に戻りましょう。まだ患者たちに説明してないもの。まだ早いし、どこか行こうか。ナターシャが患者たちに囲まれている。何を話してるのか聞いてみよう。先生、何を言ってるんだ。特効薬の配布はもう終わりだと。ええ、その通りよ。あの薬には重大なリスクが潜んでいる。関連する仕入れのルートはすでに遅延が潰したわ。みんなの病気には合理的かつ科学的な治療が必要なの。むやみやたらに薬を服用する行為は症状を悪化させるだけよ。ふん、
何が合理的科学的だ。自分の患者を奪われて嫉妬してるんだろう。ナターシャ先生にそんなことを言うなんて。おいばあさん、なんで彼女の味方をするんだ。特効薬のおかげで元気になったっていうのに今さら供給を断つだと、何なんだ。イライラする気持ちもよくわかるけど、担当医である私の判断も信じてほしい。私はみんながそれぞれの困難を乗り越えられるように医療物資を確保する方法を必ず考えるわ。必要があれば上層部にも助けを求めてみる。上層部、忘れてたよ。先生は上層部のお嬢様だったな。ナターシャ先生に対してなんて口の利き方をするんだい。ち、早く特効薬の代わりを見つけてみせろよ。じゃないと彼女がバフ先生を陥れたことを全員に言いふらしてやるからな。俺はもう行く。気まずい場面を見られたわね。落ち着いて。あんな反応されても仕方ないわ。私にできることは彼のような患者を治療して疑いを払拭することね。この話は後回しにしましょう。バフの残した騒ぎが一段落して胸の使いが降りたわ。今から彼とのことを全部説明するわね。何か質問があるのなら遠慮せずに言って。ええ、血はつながっていない。でも私たちは本当の兄弟よりも親しい間柄だったわ。私も実は孤児院で育ったの。上層部の家族の養子になってから人生が変わり始めた。養母は私を実の娘のように可愛がってくれたわ。バフもそう、実の妹のように扱ってくれた。少なくとも小さい頃は。養父母の家は代々続く医者の家系で、私たちは幼い頃から様々な医学の専門書に触れていたの。そして二人とも順調にベロブルグの医学院に入学し、その後も医療の道を歩いた。温厚で物静かだったわ。でも専門的なことに対してはまるで人が変わったように極端に固執するの。私が実験で失敗するたびに彼は鋭い言葉で責めてきた。でもいつも後から私に謝って慰めてくれたの。彼は矛盾を抱えた人だったわ。彼がリベットタウンに試薬を残していたなんて知らなかったわ。だから君から聞いたとき少し驚いたの。完全に断ち切ることのできなかった過去は必ずいつか戻ってきて目の前に立ちはだかるのね。最初から説明するわね。バフには小さい頃からの夢があった。吹雪免疫という薬を作り出すことよ。彼は人間の体が寒さに弱いことを病気の一種だとみなしてた。
だからそれに対抗するための薬を開発したいと考えてたの。そうすれば人々は節減で強度を築き直すことができるでしょう。実を言うと、吹雪免疫を実現できるかどうかはわからない。でも私は彼の理想とやり抜く力を尊敬してたの。だからずっと彼を信じてた。彼の上層部での研究がうまくいっていないことも知ってたから、誘いの手紙をよく送っていたわ。孤児院で子供たちと一緒に過ごしましょうって。気分転換になればいいと思っていたの。でも当時の私はまだ若かったから分からなかったのね。長く続いた挫折がいかに人を圧倒し恐ろしい影響を与えるのか。彼は下層部で劣化の侵食をわずかに受けた患者たちに出会ったの。暑さや寒さに対して異なる反応を示す患者たちの体やその特徴に彼は夢中になった。そして彼はその効果を再現するようになったの。それが吹雪免疫の開発の後押しになると考えたのよ。彼の試薬に病を癒す効果なんてなかった。この世にそんな万能薬は存在しないわ。研究対象となる人の症状を短期間安定させて体の変化を観察しやすくするためにバフは試薬を作り出したの。いつの間にか何の罪もない住民に彼は試薬を配っていたわ。私が異変に気づいた時にはもう、恐ろしい研究によって彼の理性は限界まですり減っていた。全てが私の身近で起きていた。笑えるわね。親しい人に対する信頼が私の目を曇らせていた。彼の実験が明らかになった後、オレグと私はどうすればこの出来事に終止符を打てるのか、いろいろと話し合った。当時は下層部が封鎖される直前だった。だから下層部にシルバーメインはほとんどいなかったの。私たちはバフをどうするか長い間考えた。オレグは追放を提案したわ。彼が二度と下層部に足を踏み入れないようにすればいいと言ってね。もし真実を知られていたら、バフはきっと被害者たちの怒りに触れて八つ裂きにされていたはずよ。当時の私は若くて甘かった。オレグはきっと私の気持ちも考えてそんな提案をしてくれたのね。今思うと確かにそうね。彼の所業に比べると軽すぎる罰だったわ。私とオレグは彼を上層部へと追放した。その時バフは最後の望みを言ったの。場外にある彼がずっと克服したいと願っていた雪原に行きたいってね。私の目の前で彼は雪の向こうに消えたわ。あの時から私は頭の中で繰り返し何度も自分に言い聞かせているの。バフはもう死んだってね。ごめんなさい、こういった話をするのは苦手なの。
バフはひどい兄で最低な医者だったわ。君はそれだけ分かっていればいい。今日はここまでにしましょう。兄が残した問題を解決してくれてありがとう。これは感謝の気持ちよ。受け取ってくれるかしら。